最後な、ぼかすとかちょっと綺麗にしとかんとありかな。そのコンパウンド、まあまあ高かったね。3本で5000円ぐらいしたかな。3本セットで。ぼったくりやな、さすが 3M やな。いや、もうちょっと大きいやつがあるやん。本当は。うん。で、1本2000円ぐらいするもんな、やっぱ。そうよね。普通の人はそれいらんわね。使うことねえわ。いや、あの、ポリッシャーするのにな、これ買ったんや。おうだから結構、その、普通のコンパウンドより、あの、割とうまくいくらしいよな、このコンパウンドって。うんうんうん、よし。もういい。これで一応、あの、粗削り終わり。うん。今からそこ塗るんか。そうそう、ここは塗るけんね。あ、そこからバンパーかけてぐるっと塗るってこと、うん、そうそう。このフレンディションのどれかしようかな。何フレンディコッションのどれかしようかな、これを。これどうせ塗るけん、ここ綺麗にするか。それ、あ、タッチペンちょっと削ろう、これは。タッチペン跡がいっぱいあるけど。あるわ、ほんと。せっかく塗るけんな。きれいにしとこう。お願いします。高かな。うん、ここも、あ、ここは塗らんのか。そこ塗ろうか、もう。そこもタッチペンがな、あの、すげえ、サビやったんや、ここ。サビもひどかったんや。右側が結構ひどかったんや。ああ。ボディのな。もうどうせやけん、塗ろうかな、上もな。フェンダーミラーと。この辺で終わろう、思ったら。まあでも、ここか。こうやって1万塗らなりな。どこもここあるね。ああ、そのフェンダー相当もう傷だらけやったけど、タッチペンだらけだ、ね。後でしようと思ってそのままやる。今度は後でしようか。今せんでいいっす。もう弱気ならな。いや、これでしょ。ちょうどこう補強しようんだ。これの手前で終わろう。よし。次でしょ。好きにして。好きにして。補強。それはでも取ろう。いっぱいある。要件ある。ここの時どうせまた塗るけんな。ああ、そうやな。とりあえずんならそっち塗るときにここ塗る。けど一緒、けどここどっちにしても一緒のことやけどな。ここも塗ってしまうもんな。バーっていくもんな、上から。そうだ。こうやってこのドア塗るときにもう1万ずつ塗るけんな。どうですかの。まあいいや、今日はここで終わろう。こうやってまたどうせ明日塗るときに同じようなことするけど、とりあえず悪いとこは全部しよう。もうなんかそんなん言ったらそのうち全塗装だね。ここもここもうちどん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 塗る範囲広がってね。ほんとね。最初下半分だけやったって。ちょっと全部全パネル行きそうな勢いなんや。いいとこ全部あら探すねとか。いやだってほら一箇所綺麗になると他がな。そう、そんなもんじゃ、目立つわな。ほんとに1パネル綺麗になったら他のパネルがな。ほんと問題はこのモールよな。モールはちゃんとこう綺麗にしてよな。そうよな、そこよな。これは足付けして黒も塗るだけで、サフ塗る、うん、サフはもう本当は塗った方がいいけど、もういいやろ。これでも材質がな、なんかちょっとゴムまではないかなと思うけど。売れたんやね。売れたんやな、うん、それでも売れたんやと思うけどね。あろうか、こいつをどう始末するかやな。そうやね。モールがな、綺麗な車っていうのはやっぱ綺麗なんやな。うん、それは言える。昔からな、このタイプの車、この世代ってもこのモールぐるっと一巻きしとんだよ。マーク2でもそうやし、クレスタでもそうやし、クラウンも。ただ綺麗な状態であるのがね、もうわずかやけん。これモールが波打ってくるん。そうなんよ、それなんよ。おかさびおかさびや。おかさびいいわ。え？おかさびいいわ。おかさびいいかどうかは俺が決めることじゃない。もうだけだったもん。だけだった。だけだったけど、もうおかさびいいわ。うん、
あのドークリッチだったらそこを何も知らんでたらってからまたやや言われると悪いけな。それはちょっと編集でちゃんとしようか。プロポーションがお願いします。どうも。でも撮れてねえけど。え、撮れちゃうか。編集大変なんぞ。いや、そうでしょう。マジで編集、撮影は別になんちゅうことはねえけど、編集が一番大変。多分そうでしょう。うん、あの何が大変でカットがな大変。そう、つまらんことをな言うとまた突っ込まれるんです。他タコなんだよ、ね、でやっぱりほら YouTube 見よってさ、もうそんなとそんなシーンいらんのにっていうところいっぱいあるやん。はいはい。 そんな別にか早くカットして早く先進めっていうこと多くで。はあ、そう、確かにそう思われたくねえけど、やっぱ俺らもバシ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 カットするんよ。けどやっぱ自分が思うてる以上にカットが足らんのよ。あ、まあ、いらん、はい、いらん空白とか、はいはいはい、いらん喋りとか。なるほど。うん、もうそんなことはいらんけん早く進めちゅうことが多い。ああ。けどそんなしとったら動画尺が足らない。いや本当そう。尺が足らんから。よし、マスキング終わりましたか。終わりました。前半分やな。前半分、前半分の、バンパーとフェンダーの一部な、うん、今かかる結構前はやっぱ部分的にこうマスキングがちょっと塗る面積よりマスキング面積の方が多いという、うん、これは払うとやっぱ届けんね。ざっくりやの。死んないけね。そんなんでいいんかよ。死んない効果だよねえか。え？持ちたいな。そうか。ざっくりすぎるやろ。なんでいいや。お前人の車やと思って適当にやるやないか。大丈夫？ちゃんと考えてる。まあなるほど。まあ、こんなもん、こんなもん。まあ多かったよね。いいな。上でいいけん。そうなの。すげえな。もうそれは長年の経験同感やな。そうやね。うん、さあやるかな。はい、お願いします。はい。
クリアやな、はい、クリアたっぷりでお願いします、はい、剥がすときに気をつけないで、肩を気をつけたらありがとう、動いてこの3リッターのバンパーってな、何がいいかってこのバンパーにライトが反射するんよ、あ磨き込むと、そうそうそう、そうよね、それがもうあの3リッターのバンパーの、まあ、大きいけどね、そういいところ、いや白いね、白いね、真っ白系やなこれ屋根とトランクの色の違いが相当磨き込まないな、それも取ればよかったな、簡単に取れたんやけど、手並みだ、いやあのマーカー、うん、マーサルいったもう後ろのバンパーは前とほぼ一緒の作業やけん、あ時々撮影するだけでいいかな、もうそれ一緒な、早送りで、倍速で、倍速でいい、帰ろうかな、もうこれで、えもう帰っていい、別に明日来るんやったら明日、うん、いつ帰っていいけど明日来るで、2日の、ま、2日の日程で終わらせてくれるんやったら別にいつ帰っていいけど、また来るで、明日来るで、明日は俺朝ちょっと仕事がある気な、うん、あの適当に来てやってくれてもいいっていう、あ、そうでしょ、うん、もう俺おらんでいいやろ別に、あ、いいわ、明日からも草刈りが始まるんや、ああ、それがあるな、昨日と今日が休みやった、ああタイミング悪かった、you
ラザークリフ大型のキットなんか名前やその持ち手やなっていうのは分からないけどなそこがね経験なんですよ持ち手やなって味噌汁じゃねえねんけど味噌汁に塩入れるわけが違う経験ものあの人はでも計量とかせんけんなそうです味噌汁作るのにな、うん、いちいち計量やせんやんそうなんですよそれと一緒ですな缶というか、うん、長年の缶で目分量というかなうんまあたまに入れすぎる場合もあるけどまあ誰もしょっぺえなっていう同じこと美味しいよ今日カレーな今日ちょっと美味しいなよくあるパターン